うん。孫、ま、六これも権限したかあんた野田のやりか野田と金本は義兄弟身内には挨拶が必要だろうご丁寧にどうもそれにしては頭数が足りないようだが野田の同志は後ほどおそらく少し時間がかかる。 誰に対してもそうだから気にしないでほしい何だてっきり決闘にでも出ているのかと、うん、ではこれも果たし状を書いてくるか紙と筆ならここにそれは遠慮しておこう万が一折ってしまったら主人に申し訳が立たないからなふん。<laughs> うぬぼれを。しかし確かに関鍛冶の同志を折るのはこれも忍びない <laughs> あんたが俺の相手をしてくれるのかただまあ関鍛冶の刀はよく切れるとは言うものの乱世の日常使いたくさん打ってたくさん折れた今更一本折れたとてなんて思わないこともないが。 同士うちほど無意味なものはない。まごろく、刀として、折れず、曲がらず、よく切れるは、最上級の評価とこれは思う。それは、折れていった同志たちの礎でもある。そうだな。赤火事の伝統は、 乱世の日常使いから平和な時代の日常使いへと舞台を移し技を残したそちらさんも強くてかっこいい最先端の後輩がいるしな戦場に出てこずとも俺たちの光景は立派にやっているそうじてみれば恵まれているんだろううん 失礼したマゴロク金本だったな大英の頃のその折れず曲がらずよく切れるああ関家事のマゴロク金本だあんたは江戸三作の水心士正秀だな幕末の頃によく見かけた刀だえあ、あのマゴロク金本か水心士正秀をご存知だったとは 光栄だあんたが撃たれた頃は派手な刀の方が評価が高かっただろう。俺に興味があるのかそれはもうあ,、うん、あ、あ,あもちろん。新神刀の祖として、古い刀は勉学の対象だからな。そうか。まあ、興味を持ってもらえるのは嬉しいが。うん、見たいのか 《いいのか?》ああ減るものじゃなしああああ、感謝するはいよしっけうん折れる刀と折れない刀の違いはと問われれば永禄から天正の激しい戦国において曲がったと伝わることなく上作でなくとも技者だとして諸侯の指し量にもなりそして何より切れる刀 これぞ武士たる者が求める、好むべき姿と言われている。うん、うん。わかる。わかるぞ中子をよく焼かなければ、目釘穴から折れると言うけれど、目釘穴から折れるような刀は、そもそも筆跡から折れるのだと。刀が折れる原因とは焼きなのかとも。すごい。これが。 かつて投稿推進士正秀が傑作と称えた、孫六金本刀剣を知らない土素人が土素人に語るから、心眼もわからなくなってしまうし、落ち方に似ていれば新作だなんて、木を見て森を見ないような話がまかり通ってしまう。見た目だけを追い求めるのは夫人の極み、刀への冒とやはり推進士正秀は、間違っていなかったんだ視線が熱いね。 やけしそうだここにはもっと珍しい伝説持ちの刀もあるだろうね。とても勉強になる金本も野田も虎鉄も国広も <laughs> そうかいこれぞ無我夢中ってやつだな後を継ぐ者がここにもかさてではちょっと失礼はいはいおおなっ おっと、言っな <laughs> <laughs> お前さんは、ダンダラは着ないのかどっちを着ろってアコウの義師か、新選組かおいや、僕はてっきり 喜んで浅葱色を着るものだと思ったが俺の使い手は有名どころが多くてねいろんなところに枝葉があるもんだからいろいろ盛られてんのよあんただって遠からずだろ僕たちのような存在は至るところに根があるからなだからこそ多少のことでは揺らがないとも言えるが <laughs> 選べる自由と選べない相席乾杯があるだけだ申し訳ないがこれから新選組が池田屋に突入する見せ場でねほうそれは合間を縫って読書中後に継がれるもの紡がれる物語については知らないことの方が多いハッハッハハこいつは傑作だなんだったら 僕も聞かかせてやろうか伝説級天才肌の少年剣士の話だ結構結構俺とあんたでその話をして何になる他に敵人がいるだろうからなほうそれは枝葉へのおもんぱかりかいそんな大層なもんじゃない知ることで己の持っているものを知るそんなところだ どっかの誰かさんの言葉を借りるなら、持てるものこそ与えなくては、な戦場で見ると、より良い,い刀だな、あんた。ああ天中の天才、岡大蔵といえば。 人斬りの中では格別だその刀が大技者肥前忠宏最上大技者で人斬りの先輩様が何の用だよ用用かあるにはあるが知っての通り喧嘩は上から厳しく取り締まられているっ,っうん敵を倒せとほっぽり出されたはいいが あんなものをいくら切ったところで満たされることはない俺もあんたもそうだろごちゃごちゃうるせえいいねいいね自分に求められていることを理解している目だ廉憫で泣いてしまうな何 <laughs> だって飼いならされた犬の刀を折ったところで全く面白くもない はあ殺気が足らないんだよ殺気がさなあ範疇から外れればいいのかなあああそれなら孫六金本にはこんな話がある慶応三年冬の京都だ土佐脱藩坂本龍馬のクッ <laughs> クビしてんのはどっちだええ <laughs> いいじゃないかそうだその目だてめえわざとか無心決まっただろ狂犬がどうとでもここで紡がれる物語はそれなりに楽しみたいからなだからさっさと敵を倒して俺に付き合えああ 何のめぐりあってしまったギリかな <laughs> <laughs> おい